昔は本当にその始めた時は憑依させようとしてて、うん、だからヒットマンの役とか来て窓を開けて、うん、下通行してる人に指でこう、うん、バーンとかやりながら人を殺す練習したりとかしてる時期はあった。それは悲しきヒットマンって映画なんで、もしよろしかったら見てください。そこに殺意を本当に持って引き金引けるかみたいな、感情まで行けるかみたいなことはやって練習をしてた時期があってね。私も不倫相手と歩道橋の上からそのセブンイレブンを見るっていうシーンがあったんですけど、うん、渋谷のあそこスクランブル交差点行って駅をセブンイレブンの方に見立てて、そういうようなこう何彼がこうその車でやってくるっていう、あのこういう想像しながら見てんだけど、人多いからとか言って。なぜそこを選んだんだよ。